森林資源に恵まれている日本。実に国土の 70% が森林で覆われています。そのうちの3分の2が人工林という杉やヒノキなどを人工的に植えて作ったものですが、日本が生み出した人工林のサイクルは近い将来さまざまな分野の産業に大きな革命を与えるかもしれないと期待されていることをご存知でしたでしょうか。今回は日本を覆う森林と日本が生み出した技術で世界のあらゆる分野の産業の姿が変わるという壮大なお話です。日本の資源を生かす。愛媛県にある愛媛大学資産業イノベーションセンター。ここでは紙に関する最新の技術開発や研究がされており、紙の最先端を知ることができます。愛媛大学資産業イノベーションセンターでは近年地元の企業と共同である技術を開発し、それを使ってさまざまな分野に生かす道を探っているのでした。セルロースナノファイバー。セルロースナノファイバーとは非常に細かい繊維の集合体で、材料は紙と同じパルプで植物の繊維でできています。その特徴は鉄の5倍の強度でありながら鉄の7分の1の重さ、そして極めて環境に優しい素材であることで、自動車の車体や電子端末へ搭載することなどで強度向上、軽量化などが実現できると期待されているのです。セルロースナノファイバーは見た目はジェル状ですが、顕微鏡で拡大すると非常に細かな繊維が折り重なっており、それらの一本一本の繊維は髪の毛の5000分の1から1万分の1ほどの細さとされていて、普通の髪の繊維と比較して繊維同士が生み出す結合力が大きく強靭な強度を保有するのが特徴。ジェル状のセルロースナノファイバーをひとたび固めると、大人が金槌で叩いても割れないどころかへこむことすらないほどの強度で、加工素材としては硬さ軽さともに理想的。さらに特筆すべきことは、セルロースナノファイバーは原料のパルプだけでなく木材、雑草、そして野菜の搾りかすからも作ることができるのです。2015年、東京大学の磯貝彰教授の研究グループは森林・木材科学部門のノーベル賞といわれるマルクス・バーレンベリ賞を受賞。その内容は有機化合物のテンポという薬品を使って木材の繊維を効率的にほぐす方法というもので、これまでは繊維同士の結合が強すぎるため分離が困難とされていた繊維を簡単にほぐすことができるという非常に画期的な研究結果でした。企業による技術開発、さらに研究者による絶え間ない研究がなせる偉業と言えます。自動車に生かす。日本ではこのセルロースナノファイバーを使って日本のお家芸でもある自動車部品に革命を起こそうとする研究開発が行われており、主に鉄でできている自動車の車体をセルロースナノファイバーに置き換え、車体の軽量化、燃費の大幅な向上に貢献することを目指しています。この研究には実用化や商品化よりもさらに大きな意味と技術者たちの夢が込められているのでした。それが2020年の東京オリンピックのマラソン競技の先導車。日本の森林資源から作られたセルロースナノファイバーの車体と世界初の量産ハイブリッド車のエンジンを開発した日本の技術を融合させ、日本のあらゆる技術をアピールするという夢です。これが実現すれば世界に対して大きなインパクトを与えられることから、これに従事する技術者たちは2020年の東京オリンピックまでに間に合うように
今も技術開発に打ち込んでいるのでした。自国の技術と資源を使った技術大国日本の威厳をかけた大きな夢です。電子産業に生かす。セルロースナノファイバーは自動車産業のみならず日本の電子産業にも革命を起こそうとしています。それはセルロースナノファイバーを使ったスマートフォンやタブレット端末で熱に強い特性を持つセルロースナノファイバーの上で高温で金属の配線を焼き付けて厚さ 0.05 ミリの超薄型回路を作るというもの。セルロースナノファイバーを使えば一般的な紙のようにくるくると巻いてしまえるような回路が実現するというのです。肝心の電源はシート状の太陽電池で供給でき、数年後には日本が開発した紙のように薄いタブレット端末が市場に出回るかもしれません。この技術開発を進める大阪大学の野木雅也准教授は、紙のように薄いタブレットは今の日本の技術で十分に実現可能であるとし、あとは実行するかしないかだけの問題と考えています。近い将来、自動車に続きスマートフォンやタブレットなどの電子端末にも日本の技術と資源が生かされて革命が起こりそうな予感。地球を守る日本の技術。東京大学の磯貝教授による、店舗を使って木材の繊維をほぐしやすくするという画期的な方法は世界中から注目を集め、セルロースナノファイバーの生産の競争に火をつけました。世界が注目する新素材は最先端技術の場だけでなく我々の日常にも浸透しつつあり、軽くて丈夫な靴底や限りなく薄くすることで透明になるため、ガラスの代用品になると考えられています。さらにはもともとは植物の繊維のため人体への影響も少なく、人工血管、人工骨などとしても役立つとされているのでした。日本人研究者たちによる献身的な研究。世界のあらゆる分野に革命を起こす日本の技術。大切な地球環境を守るために生かされる日本の技術。日本は資源がない国とされていますが、限られた資源を有効に活用し、さらにそれを発展させることができる技術力があります。地球環境をいかにして守るかが重要な課題の現代において、日本の研究や技術は世界をリードしていきそうです。今回は日本を覆う森林と日本が生み出した技術で世界のあらゆる分野の産業の姿が変わるという壮大なお話でした。随時更新中。チャンネル登録よろしくお願いします。コメントも待っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。セルロースナノファイバーを使ったスマートフォンやタブレット端末で熱に強い特性を持つセルロースナノファイバーの上で高温で金属の配線を焼き付けて厚さ 0.05 ミリの超薄型回路を作るというもの。セルロースナノファイバーを使えば一般的な紙のようにくるくると巻いてしまえるような回路が実現するというのです。肝心の電源はシート状の太陽電池で供給でき、数年後には日本が開発した紙のように薄いタブレット端末が市場に出回るかもしれません。この技術開発を進める大阪大学の野木雅也准教授は、紙のように薄いタブレットは今の日本の技術で十分に実現可能であるとし、あとは実行するかしないかだけの問題と考えています。近い将来、自動車に続き
スマートフォンやタブレットなどの電子端末にも日本の技術と資源が生かされて革命が起こりそうな予感。地球を守る日本の技術。東京大学の森林資源に恵まれている日本。実に国土の 70% が森林で覆われています。そのうちの3分の2が人工林という杉やヒノキなどを人工的に植えて作ったものですが、日本が生み出した人工林のサイクルは近い将来さまざまな分野の産業に大きな革命を与えるかもしれないと期待されていることをご存知でしたでしょうか。今回は日本を覆う森林と日本が生み出した技術で世界のあらゆる分野の産業の姿が変わるという壮大なお話です。日本の資源を生かす。愛媛県にある愛媛大学資産業イノベーションセンター。ここでは紙に関する最新の技術開発や研究がされており、紙の最先端を知ることができます。愛媛大学資産業イノベーションセンターでは近年地元の企業と共同である技術を開発し、それを使ってさまざまな分野に生かす道を探っているのでした。セルロースナノファイバー。さらに特筆すべきことは、セルロースナノファイバーは原料のパルプだけでなく木材、雑草、そして野菜の搾りかすからも作ることができるのです。2015年、東京大学の磯貝彰教授の研究グループは森林・木材科学部門のノーベル賞といわれるマルクス・バーレンベリ賞を受賞。その内容は有機化合物のテンポという薬品を使って木材の繊維を効率的にほぐす方法というもので、これまでは繊維同士の結合が強すぎるため分離が困難とされていた繊維を簡単にほぐすことができるという非常に画期的な研究結果でした。企業による技術開発、さらに研究者による絶え間ない研究がなせる偉業といえます。自動車に生かす。日本ではこのセルロースナノファイバーを使って日本のお家芸でもある自動車部品に革命を起こそうとする研究開発が行われており、主に鉄でできている自動車の車体をセルロースナノファイバーに置き換え、車体のセルロースナノファイバーとは非常に細かい繊維の集合体で、材料は紙と同じパルプで植物の繊維でできています。その特徴は鉄の5倍の強度でありながら鉄の7分の1の重さ、そして極めて環境に優しい素材であることで、自動車の車体や電子端末へ搭載することなどで強度向上、軽量化などが実現できると期待されているのです。セルロースナノファイバーは見た目はジェル状ですが、顕微鏡で拡大すると非常に細かな繊維が折り重なっており、それらの一本一本の繊維は髪の毛の5000分の1から1万分の1ほどの細さとされていて、普通の髪の繊維と比較して繊維同士が生み出す結合力が大きく強靭な強度を保有するのが特徴。ジェル状のセルロースナノファイバーをひとたび固めると、大人が金槌で叩いても割れないどころかへこむことすらないほどの強度で、加工素材としては硬さ軽さともに理想的さ、軽量化、燃費の大幅な向上に貢献することを目指しています。この研究には実用化や商品化よりもさらに大きな意味と技術者たちの夢が込められているのでした。それが2020年の東京オリンピックのマラソン競技の先導車。日本の森林資源から作られたセルロースナノファイバーの車体と世界初の量産ハイブリッド車のエンジンを開発した日本の技術を融合させ、
日本のあらゆる技術をアピールするという夢です。これが実現すれば世界に対して大きなインパクトを与えられることから、これに従事する技術者たちは2020年の東京オリンピックまでに間に合うように今も技術開発に打ち込んでいるのでした。自国の技術と資源を使った技術大国日本の威厳をかけた大きな夢です。電子産業に生かす。セルロースナノファイバーは自動車産業のみならず日本の電子産業にも革命を起こそうとしています。それは